前回と同じ自転車のミッションになります。あの不評だったんですけど。エアパイプ来てる、エアパイプ来てる、戻った、いいね、ケツ閉まってんね、マックス、エアパイプ来てる、よしよし、5000発狙いますよ。ガンバレルーヤのハッチャレルーヤシーズン8。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。ハッチャレルーヤシーズン8回目。はい、前回はちょっと物議を醸す、いや、いろいろ荒れましたよ前回は。荒れましたね。まあ、前回どうですか、お二人からしたら、その新体制に変わって結局、まあ、ちょっと冷静になった時に。確かに自転車のおかげではないと思うんだ。まーちゃんのあたりは。まあ苦しい思いをしたら当たるんじゃないかっていう法則を試したいのであれば、やっぱり午前中、前の回で自転車に乗ったよっちゃんが今から打って、よっちゃんが大当たり出せば、まあ自転車に乗って良かったのかなって思えるけど、今ここまでで私は自転車に乗って良かったとは一切思ってないので、それを証明するのはもうよっちゃんだと思うので。そうだね、もうここで出すしかないと思います。はい、まあ、というところで、まあ、そんな引き続きの回になりますけれども、前回と同じ自転車のミッションになります。はい、前回と同じ自転車のミッションになります。あの不評だったんですけど。いや、なんか結局うやむやになって、まだどっちなのか明確になってないので。こっちはもう分かってますよ。分かってます。あなただけですよ。そうです、そうです。あの自転車のおかげではありません。まあ、というところで今回も同じミッションですので、はい、自転車でテイクアウトしていただく。で、まあまあまあ、そうね、5000発に行かなかったら罰ゲームが待っているという。きついなこれ。ってことは私が自転車ってことですか、次は。そうですね、今回は逆で、まひるさんが自転車に乗っていただいて、自転車で引きをためたよしこさんが爆発をさせると。ちょっと確認ですけど、ちなみにこれはもうチームで変わるってことですか。ここだけですよね。はい、あびっくりしました。はいはい、あ、じゃあはい、大丈夫です、お願いします。よっぽど気まずかったな。社長と二人きりが。で、今回のこの機種、ウルトラマンタロー2超決戦ライトバージョンです。おお、ウルトラマンタロー。はい、ウルトラマンは多分相性いい気がするけどな。そうだね、涙もしたことありますよね。確か涙もしました、ね、いろんな思い出があると思う。あったあったあった、良くも悪くも。はい、U タイムが387回転消化で、じゃあもう当たんなかったら370までロングインタビューってことですよね。はい、そうです。もう聞くことあります、その散々聞いてますよね多分コンビのことは。地獄。視聴者も地獄だよ。はい、同じこと聞かれんの。はい、地獄だぜ。あと途中なんか地獄のカンペ読まれたりするから。何それ、嫌だよそんなの。読まれたんだ。リアクションしてください。地獄嫌だよ。皆さん、私は必ずもう最初から当てて絶対にロングインタビューはさせません。この動画悪いと思ったらバッドボタン、チャンネル登録お願いします。フェイスブック共楽パチンコ&パチスロ友の会、今すぐ共楽ホームページをチェック。私もまーちゃんに続き5000発狙いますよ。なるべく早くよっちゃんのところに戻るために早く見つけます。よし、行こう。まあ、とりあえずすぐ当てていかないといけないですからね。あ、でも太郎どうだろうな。まあ、でも最悪まーちゃんが戻ってくる前には当てたいですよね。戻ってきて何もないっていうのはちょっと、で多分まーちゃん容量とかいいからすぐ戻ってくると思うんですね多分。なるべく多分。ここで何があるのか。
あれもうロングインタビュー始まります、もしかして。あ、なんか来てる。あ、なにこれ、なんかこの保留玉見たことない。ですよね。あー悔しい。まあまあでもいい兆候ですね。よかった、社長がロングインタビュー始めようとしたらちょっと当たりましたね。お、唐揚げ、唐揚げめっちゃ良くないですか。甘いのもありますよ。はい、今回はこの唐揚げ、唐揚げってお肉ですからね、よっちゃんが大好きですし、なんといってもこの唐揚げのイメージキャラクターが、まあ、鳥とだるまをくっつけたような非常に縁起がいいということで、ちょっとここにさせていただきました。じゃあ行ってきます。大丈夫です、撮影 OK ということでしたので、こちら、唐揚げ本舗金太郎さんの唐揚げをテイクアウトさせていただきます。なんかでもこの午後を一人で映ってあんまないですよね。一半日を一人で映って、やっぱ前々から言ってますが、私は午後からが弱いんですよね。眠たくなっちゃうんです。そうですよ、5000発これは行きたいな、5000。このまま何もないとロングインタビュー始めるしかない。やばい、それだけは勘弁してほしい。ロングインタビューだけは始まってほしくない。当てないと。ロングインタビューだけは嫌だ。ペタローは牛がいる。カモン達夫世代ですか。カモン達夫世代ですね。あ、世代ですか、はい、あ、じゃあこの替え歌も知ってます。ウルトラの、あっ、なにこれ。おお、行ったぞ。スーパータイラントバトルボーナス。怪獣たちの怨念が生み出した最強の暴君、スーパータイラント。うわ、最悪だ。立ち向かうウルトラの兄弟たちであったが、スーパータイラントの前に野
太郎頼む。倒すのだ。あら、当たった？当たってた？嘘、当たった？やった、当たった。何今の当たり方？え？何今の当たり方？やった、当たった。よしよし、5000発狙いますよ。終わった。え、何だったんだろう今の。気を取り直していや何だったんだろう今の。でもなんか全然当たった感触がしなかったから、何が何だか全然分からなかった。すいません、僕も分かりませんでした。頼むぞ。あー、ムチ。いけ。あー、おー、え、当たった。当たった。やった、当たった。よし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 、当たりましたよ。やった。頼むぞ。さっきは終わっちゃいましたからね、ここで。頼むよ。どっちにしよう、京都にしよう、はい、京都で。この次の4回転で当てたらラッシュとする。わかりました、頼んだぞ。頼むよ。しましょう。あ、エアパイプ切ってる、エアパイプ切ってる、エアパイプ切ってる。よっしゃ、エアパイプマックス。やったやったやった、すごい。よっしゃ、マックス。怪獣撃破ありがとう。エアバイブ来てる。
りました。よしよしよし、同じやつでもう一回、頼むぜ。エアバイブ来てる、エアバイブ、エアバイブ来てる、すごいマックス、ありがとう、ありがとう、よっしゃ。ゆきさん、ゼブラかと思った。しゃあ、ありがたい。ありがとう。いや、そうですね。これ、まーちゃんが、めちゃくちゃだって、太陽めっちゃ出てますよ。めっちゃ頑張ってんだろうな。いや、嬉しい。ありがとう。よし、当たった。右を狙え。もう一回これでいこうかな。テンペラ星人は2か。頼むよ。ってくれ。ガード。ってくれよ。いけ。あ、どっち？なったら当たるので、はい、やっぱ気持ちとリンクってしてんだなって。あ、嫌なんですかロング。嫌な気持ちは ありますね、はい、そのやっぱロングインタビューっていうのは、はい、そう考えたら前回のまーちゃんのずっと何もないっていうのは本当に地獄だろうなって。1時間半ぐらい打ってたんですか、何もなく。そうなりますね。いやすごいな、それは2人とも気まずいだろうな。いやでも前回でお昼で沖縄そば行かしてもらったんで、ちょっと気持ち的にはちょっと甘いもの入れときたいですよね。ちょっとご飯系来ちゃうとちょっとお腹はいっぱいだからな今。あ、もしかしてロングインタビュー始まろうとしてます？してます。やばい、早く当たってくれ。今の感じでいけばいけるんちゃうかと思ってました。ちょっとやばいぞ、ロングインタビュー来るぞ。早く当たってくれ、頼むよ太郎。お前も気まずいだろ。お、緑いいぞ、地道だな。名前あればだぞ、名前あれば。あ、名前あればだぞ、いいぞ。あ、3、赤い赤い、いいよこれ、いいんじゃない。
みどり。社長がロングインタビュー始めようとした瞬間に当たるの。あ、やっぱ嫌だって気持ちがそうさせるんだと思う、うん、すごいね。そうで、次にロングインタビュー始まろうとした時に私が帰ってきた。そう、助かったよ本当に。さっき私がどれだけ残酷なことしてたか分かったよ。 あんた1時間だからね、それ。ウルトラバトルチャンス、どっちにしようかな。今度はこっちで真剣バトルチャンス。この4回転の間に 6.4 分の1を当てなきゃいけません。わかりました。いいね。お、やばいです、残り2回転。聞こえる？聞こえるよ、少し黙らせてくれる。この声がね、またなんか調子が狂っちゃうんだよね。頼むよ。そして太郎が、いいね、いいね。最後赤いとチャンス、チャンス、来い来い来い。頼むよ、大丈夫よ、頼むよ。バトルモード濃厚だよ。いける、戻った、いいね、ケツ締まってんね。いけい、イエーイ、すごいよっちゃん。よっしゃ、いいよいいよ、まーちゃん、いいね、ありがとう。ウルトラバトルボーナス、こっからだよ。よし、こっから行きましょう。エアバイブ、いいね、いいね。エアバイブ来てます。あ、エアバイブ来た、エアバイブ、おー、すげえ、エアバイブ、よっしゃ、これ行くよ。エアバイブ、うおー、すげえ、エアバイブ、エアバイブ、うわー、いいよ、すごい、うわー、よっしゃー、よっしゃ、ありがとう。いいね、いいね、いいよ、いいよ。お疲れ様です。お疲れ様でーす。まあ、じゃあ早速結果発表から今回は。あ、すごい、よっしゃ、大当たり12回、出玉が6422玉、ありがとうございます。いやすごい、よかった、ありがとう、すぐ帰ってきてくれて。いやいや早かった、まーちゃんが帰ってくるスピード。いやいやいや早かったね。いや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 、もう
すごいね、こいだ本当に。こぎました、こぎました。すぐでしたよね。いや、やっぱ私が気持ちわかるからさ、私が相当気まずいじゃん。やっぱよっちゃんにはちょっとでもね、その気まずい時間っていうのを短くしてあげたいなと思って、もうすぐ帰ってきました。でもよっちゃんもその気まずい時間どうにかしたいと思ったらすぐ当たったんでしょ。そうなんです、まーちゃんが行って、もう最初に打ちますってなって、うわどうしようかな、気まずいなと思ってたら、そしたら社長がちょっとロングインタビュー始めようとしてきたのね。そしたらその瞬間当たったのよ。嫌だと思って、嫌だと思ったら当たったのよ。だからやっぱ気まずいって力になるんだなって思ったよ。いやー、その後も何回もそうだったもん。そうだったんだ。うん、あの社長がなんか質問してきて、好きな食べ物なんですか、嫌だと思ったら当たったの。全部その反応よ。もうそれさ、聞くことなくなった時にする質問じゃん。でしょ。いきなりそれ。そう、相当向こうも気まずいと思うよ。だってさ、正直今回はもう自転車うんぬんじゃなくて、いやそうよ、社長、そう、社長のおかげでね、ほんと社長だよ。2人とも5000発以上行きましたから。いやほんと、これからちょっともう自転車はもちろんなしにして、うん、これから後ろに社長に立っててもらおう。そうね、したらめっちゃ気まずいからさ。あのモニター見てても、モニターの後ろに社長がいたら私喋れないからさ。気まずいよね。気まずいよね、こう向かい合う感じってことでしょ。そう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 、モニターこうやって見ててここに立たれるのね。そう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 、気まずいよねあれ。まあ、この後はせっかくまひるさんが買ってきてくれたものもあるので。そうだよ、はい、行きましょう、行きましょう、甘いもの。では、行きましょう、参りましょう。いや喜んでくれると思うよ。さあ、着きました。やったー、よーし、楽しみ。はい、さあ、まひるさんから。嬉しいよ、なんか甘いものみたいな感じ。これです。あら、なんだろう、和菓子。え見てください。うわー、すげえな。唐揚げです。すげえな、ボリューム。いや、私もびっくり。いや、すごいよ。写真よりも大きかったもん。あ、そうなの、うん、なかなかないよね。写真よりちっちゃいの方が多いけどさ。写真よりでかいことある。そうだよ。でかいね、だいぶ。すごい迫力だね。はい。いや、よっちゃんにお肉食べたいだろうなと思ってさ。さあ、お肉食べたかったのは昼なのよ。いや、言ってた、朝からずっとお肉食べたいよって言ってたから。いや、嬉しいよ。でもめっちゃ美味しそうだから。いいの？どうぞ、あんたから。いいですか？え、いいの？いいよ。すいません、行っちゃってください。いただきます。うまそう。うわ、いい音。おー、うんまー、うんまー、めっちゃうまい。サックサクですね。うんね、唐揚げのいいとこだけをギュッと詰めたって感じ。いや、これはうまいわ。じゃあ私は塩いただきます。うん、うん、うまっ。うん、外はサクサクで中はジューシーだね。うん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 、うん、ちょうどいい塩加減で、うまっ。うわ、これ米欲しいね。うん、うわ、米欲しい。お弁当もあった、唐揚げ弁当も。そうなの。うん、うわ、うまー、これ。これいいね、おやつだ、これは。いや、本当におやつ感覚でも、うん、ご飯感覚でも、うん、うわ、これうまい。いいとこ見つけたね、あんな早くスピードで。よくすぐ見つけたね、これ。うまー。でも、あんた甘いもの食べたいって言うと思って、なんか気になってたんだよね。これです、じゃーん。まずさ、私はさ、猫。これはこっち見てもらったら分かるんだけど、うん、鳥とだるまを合体させてるの。鳥だるま、聞いたことない。これがお店にドーンとこのキャラクターがね、うん、
描かれてて、私はまずそれ唐揚げよりも先にこれが目に入って、あ、同じ店なの？同じ店、すごい演技いいじゃんって、だるまがまず演技いいじゃん、うん、でこのポッポちゃんがもう運気上昇とかさ店内にいろいろ書いてあって、めちゃくちゃいいじゃん、うん、めっちゃいいじゃんこれ、食べてみて、いただきます、いいの？いいよ、うーん、うまっ、うん、うまっ、なんか外サク中ふわですね、うまっ、うん、うん、うまっ、揚げまんじゅう的な、あ、そう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 、これうまっ、うまっ、あ、これってそういうことよ、うわっ、うまっ、エンドレスだ皆さん、今回はイレギュラーな回でしたが、次回からは通常回に戻ります。そして万発を出しますよ。この動画が悪いと思ったらバットボタン、チャンネル登録お願いします。共楽オリジナルグッズが盛りだくさんの共楽ショップ、共楽ショップではたぬきちやたまちゃんのキャラクターグッズやびっくりマークでおなじみの共楽ロゴをモチーフにしたオリジナルグッズを発売中。T シャツ、パーカー、ステッカー、グラス、ノートなど多彩なアイテムが揃っています。中には期間限定の商品も、もちろん新商品も続々登場予定です。共楽ファンなら見逃せないグッズが並ぶ共楽ショップをチェックしてね。パチンコ、パチスロライフを自由に投稿できるファンコミュニティサイト、共楽パチンコ&パチスロ友の会。パチンコ好きな仲間が毎日たくさんの投稿で大盛り上がり、共楽の最新情報もいち早くアップされています。ここでしか聞けない開発者の裏話で盛り上がるパチンコアカデミーや、ライターと一緒に飲みながらパチンコ談義できるオンラインイベント情報もいち早く発信中。もちろん誰でも無料で参加できます。詳しくは共楽ホームページをチェック。